KO だと思いますか、判定だと思いますか。難しいですね。僕的には全財産をかけるんだったら、はい、どういう展開になると思いますか。わかりません。でも絶対 KO じゃないですか。はっきりとした勝ち方で多分 KO すると思うんで。どういう風にどちらが勝つと思いますか。難しいです。序盤から自分がペース握りたいなっていうのは思ってますね。俺的には倒せそうな気もします。決着がつくと思います。つくと思いますか。皆さんこんにちは、ライジンアンバサダーのくるみです。今回は11月21日に行われるヨギボープレゼンツライジン25の不在級タイトルマッチの試合展開予想をいろいろな方にお伺いしたいと思います。過去に朝倉未来選手と斉藤豊選手と対戦経験のあるリオン武史選手にインタビューを行いたいと思います。フェザー級のタイトルマッチがあるんですけど。タイトルマッチですね、はい、はい、すいません。未来選手のストロングポイントってどこだと思いますか。まあ打撃ですよね。はい、打撃なんですけど、まあ、僕がやった感じも本当やっぱスピードが速かったですね。へえ。スピードが速いのと、スピードとも全部速くて、ハンドスピードが速いのもそうだし、はい、踏み込みのスピードも速いし、結構自分がまだここ安全な距離だなと思って戦ってても、バッと一気にこうその距離詰められちゃったりして。なるほど。スピードの速さと反射神経も速いし、もう当てようかなと思って打ったらもうバレてていない、なんかそういうスピードの神経系の速さがすごいなと思います。パンチがめちゃくちゃ重いとかそういうことじゃなくて、なんか距離感がうまかったり、まあ本当やっぱ僕的にはやっぱスピードが速いのがすごい嫌な感じです。斉藤選手のストロングポイントってどういったところだと思いますか。もう打撃もレスリングも寝技も、まあやっぱ全部できるってところですよね。もう苦手なところがないんで、どこでも勝負できるというか、はい、全部本当打倒局じゃないですけど、もう全部備わってるというか、どこでも勝負できるというのがある。こう2人と戦ったリオン選手的にはこうどういった展開になると思いますか。まあ、打撃戦に基本なると思います。なんでかっていうと、はい、ミクル選手が組まれたくないと思うんですよ、あーなるほど、斉藤選手に組まれたくないんですよね、組まれたくないから、まあ、距離遠く戦うし、そうで斉藤選手も無理やり組みに行くと、カウンターの右服とかもらうんで、あいきなり距離詰めちゃうと、そこまで無理やり距離も詰めれないし、だからちょっと見合う展開が多くなって、で若干やっぱ遠い距離からの攻撃持ってるミクル選手が結構蹴ってくるんじゃないかなって。最初と左で、左のミドル、左のハイ、左のインロー、でそこを無理やり行こうとするとカウンター来るんで、そこをもらわないようにちょっと距離取ってって感じで見合う展開じゃないかなと。意外にこう面白い展開にならないかもしれない。分かんないですよ、分かんないですけど、分けてみない。こうどっちが勝つと思いますか。あ、そうも言って。いやもうぜひぜひ。僕的には、はい、全財産をかけるんだったら、はい、二人の相性ってあるんで。はい。どっちが強いとか弱いじゃなくて、じゃんけんでグーとチョキみたいな、はい、あるんで、相性的には無理しないといけない斉藤選手と、距離を詰めて、で無理をしないで遠くから戦えるミクル選手っていう対決だと思うんですよ。なるほど。なのでまあどっちか全財産をかけるんだったらミクル選手ミクル選手、じゃあ斉藤選手がもし勝つんだったら、その距離を潰すっていうことね、打撃もうまいんですけど斉藤選手、やっぱり一番強いなと思うのが、立ちでこう刺した状態、四つ組み、四つ組みがすごいうまいんですよ、バシッて組めたら、倒せると思うんです。テイクダウンできると思うんです。
でもミクル選手が、うん、そこまでなんだろう距離を無理して戦わないんで、バシッてさせないんじゃないかな。なるほど。判定になると思いますか、 KO になると思いますか。お互いまだ30前後ですよね、30歳前後、はい、それで脳のダメージを受けてないんですよ、うん、そんなに。うーん、脳のダメージってあのパンチってもらえばもらえば、はい、どんどん脳がねダメージを負うんですよ、はい、ベテランの選手だともうずっと戦って打たれてるんで、コツコツ打たれてるんで、うーん、脳にダメージを負ってるんですね、はい、ちょっとしたなんかジャブが当たっただけでクラッとしちゃったりしたんですよ。なんだもうこれはねもう脳の防衛本能なんで、はい、意識遮断したんですよ、危険だと思って。お互い多分まだそこまでのダメージ負ってないんで、うん、バッコンバッコン当たっても倒れないんじゃないかなと思います。あーなるほど、だから判定になる。そうなんですね、判定でミクル選手じゃないかなと思いますけど、どうなんですかね。じゃあこう試合はあまりこう展開がバババッと進む感じじゃなさそうかなって感じですか。ミクル選手の試合がそもそもそういう試合じゃないですか、うん、そうですね、うん、こう見て相手の予測があって、うん、よく見て、うん、相手の弱点をよく観察して、うんうん、リズムで攻めてくるんですか、はい、オラオラでガンガンいかないじゃないですか。はい、そういう展開になるんですかね。なるほど、わかりました、うん、他に何か楽しみにしてるカードってありますか。僕コーテスさんの試合、あ、発表されましたね、うん、僕ほぼ同世代なんで。あ、そうなんですね。よく一緒に練習もさせてもらいますし、ちょっとベテラン、僕もベテランですけど頑張ってもらって、はい、で来年ベテラン対、僕も含めて、はい、ベテラン対若手のフェザー級の試合をガンガン組んでなるほど、フェザー級も結構今盛り上がってきてるんで、うん、そうですよね。そうそう、だから僕もちょっと若いフェザー級の選手と試合したいですよ。わかりました。じゃあ楽しみにしてます、試合。はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございました。当日楽しみにします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この2人は相性はいいですか悪いですか。そうですね、相性は良くないんじゃないかなと思います、はい、どういった展開になるとかってありますか、ね、そうですね、その相性が悪いっていうのは、まあ悪くはないんですけども、うん、強みが結構似てたりするんですよね。あ、なるほど。でその試合の組み立て方だったり、うん、こうお互いの持ってるいい部分が結構重なって相殺し合うと思うんですよ。なのでお互いのミスを誘って相手がミスしたら勝負仕掛けるみたいな。チャーリーガイドで、はい、この試合の鍵は主導権の握り合いって言ってたんですけど、はいはい、それ詳しく言うとどんな感じですか。そうですね、ミクル選手も斉藤選手も、はい、こう自分のこうリズムっていうのを持ってるんですよね、はい、この試合をするときにこう自分の心地よいこうペースっていうのをこう相手に譲らないんですよ。なるほど。相手に合わせることはしないっていうか、まあ、当然合わせるんですけども、そのリズムとか試合の組み立て方は、うん、自分のこのやりやすいようにやっていくというか、だからお互いがそこを譲らないと多分試合にならないんですけど、だからそこのこの主導権の取り方というか、片方が取るっていうことは片方が譲歩しなきゃいけないんで、自分のペースを。だからそこら辺の一番最初のこの様子見とかあるじゃないですか、そこのヒリヒリ感とか探り合いの部分はすごい緊迫した展開になるんじゃないかなと思います。斉藤選手の試合はこう前回がこう初めてちゃんと生で見れたんですけど、はい、斉藤選手のこうすごいポイントみたいなのってあるんですか。そうですね、斉藤選手は本当にこうバランスが非常に良くてですね、はい、全部できるんですよ、はい、すごく器用な選手で、うん、で打撃も勝負できますし、はい、組でも寝技でも勝負できる、そのオールラウンダーな選手なので、試合がどのような場所に行っても強い。なるほど。選手ですね。へ、だからミクル選手もやっぱりそういう相手のこう強みだったり弱みだったりっていうのをこう分析して試合をこう組み立てていくと思うんですけれども、うんうん、はい、多分そこが平均してこう強い選手なので、ちょっと最初やりづらいんじゃないかなと思います。うん、はい、こう2人ともファイト IQ が高いと思うんですけど、はい、どっちの方が高いと思いますか。ですね、難しいですね。おそらく朝倉選手の方が器用だと思います。そうなんですね、はい、多分
分かんないんですけど、はい、その試合の中で肌を合わせた感覚で調整していく能力は朝倉選手の方が高いんじゃないかなと思いますね。これもしどっちかがこう勝つじゃないですか、はい、KO だと思いますか、判定だと思いますか。いや難しいですねこれは難しいですね。だからお互いが譲らなかったら、うん、おそらく判定になると思うんですよね。だからお互いが本当にこう一歩も譲らずっていうような状況だったら判定に、うん、まあ、当たり前のこと言ってるんですけどでもなんかそうなりそうですよね。そうですね、もしくはやっぱりそこの一つのミスをこう逃さずに、うん、もう一発で試合の流れを変えてそのままっていう、こう大きな盛り上がりがドンってあるような試合になるかもしれないです。要は緊迫している分、うん、こうなんていうんですか、例えるならこうロープをこうすごい引っ張るじゃないですか、うん、端っこからめっちゃ引っ張ってる中でこうハサミでチョキンってやったらすごい弾けるじゃないですか。そうですね、そんな、わかります、わかります、わかりますよいやなんかそんな感じの試合になるかもしれないです、うん、で逆にそこでハサミが切れ目っていうか、そこのきっかけがなかったらこう一歩も引かずこのまま判定、はい、うーん、だからやっぱりどういう試合展開になっても多分すっごい緊張感もある試合になるんじゃないかなと思いますね。朝倉未来選手の打撃のイメージがやっぱ強いので、はいはい、寝技も見てみたいっていうのがありますね。ただまあ朝倉選手も自分腰重いっつって絶対にテイクダウンさせないっていう風に言ってるんで、まあそこの見どころは楽しみですね。だから斉藤選手が倒せるのか倒せないのか、 そこも一つの注目ポイントだと思います。斉藤選手はこう胸合わせた状態からの攻めが多いんですよ。へー、要はこう胸合わせてこうクラッチをこう、はいはい、それさっきリオロ選手も言ってました。それが強いって、はい、斉藤選手すごい強いんですね、はい、そこから足かけたり、うん、投げたりっていうのをすごく、そこからの攻めが、たくさん持ってる選手なんですけども、ね、だからそれが通用しなかったら、うん、桜選手はそれだけ腰が強いってことなんですよね。だから一つのこう地味ポイントですけども斉藤選手が胸合わせてこうクラッチ組んだ時おってなるポイントではあると思います。それちょっとポイントですね、はい、すごい楽しみになりました、はい、そうなんだ。だからまあそのチャーリーガイドでこうロープギアの攻防っていう風にこう書いてあるんですけど、はいはい、おそらく斉藤選手が押してって距離詰めてこの体勢になるんですよ、うん、なろう行こうとするんで、はい、そこがポイントっていう、だから結構皆さんそのロープつかみはどの子に言ってますけどそこじゃないです、そこじゃない、はい、そこじゃないです、はい、ロープつかみではないです、はい、このじゃこれが出てくるのをちょっと待って、そうですね、それになったら折ってな、うん、なるポイントですね。あ、楽しみだな、はい、それ本当これで何も起きなかったらもう僕とかちょっとやめますわ今後こう決まって、はい、チャンピオンが、はい、今後のフェザー級はどうなると思いますか。そうですね、まあ、本当にいろんな選手これから出てくるので、はい、まあ、そこら辺のストーリーの書き方っていうのはうん、そうですね、まあ、いろいろと出てくると思いますね。いずれにしろあのどちらが勝ってもこう盛り上がってくることには間違いないんじゃないですか ね、はい、斉藤選手の強さってこうどこがどこだと思いますか。右ストレート右ストレート、 ストレート、スピード感ある打撃ですね、うん、じゃあもう皆さん打撃、そうですね、斉藤さん結構やっぱ決めどころに結構一気に行くんで、うん、はい、あのやって弱ってるところとかそういうチャンスをすごい逃さない選手だなって思います。リオン選手は組というかフレッチがすごい強いってすごいおっしゃってました。力も強いし、あの、まあ、何でもできるのは当たり前で、うん、その中でこう飛び捨てして右が切れるんじゃないかなと僕は思ってます。今回こう試合どういった展開になると思いますか。打撃戦にはなると思うんですけど、うん、その中でいかに斉藤君が MMA をして勝つかだと思います。僕は本当にどっちが倒すかっていう試合になると思います。でも絶対 KO じゃないですか。打撃戦で、はい、KO決着になるんじゃないかなって自分も思います。ミクル選手のストロングポイントってどういうとこだと思いますか。ストロングポイントはやっぱり打撃と強い腰、強い腰、はい、ですかね。そしてそこをまだ見せてないというところが強みだと思いますね、うんうん、はい、斉藤選手のストロングポイントってどういうとこだと思いますか。斉藤選手これみんな言ってると思うんですけど、はい、やっぱり MMA ファイターとして強いと思います。歴戦のね、強者たちとやってきた、うんうん、ミックスされた、うん、あの動きがやっぱり長けてると思います。うん、どういう展開になると思いますか。わかりません
本当わかんなくて、なんかこうもしかしたら朝倉未来選手の今まで見れなかったこう姿を斉藤豊選手が引き出す形になるのかなと思ったりします。まあ、展開以前にこう今のこう状況が面白いなと思っていて、例えば八千選手との試合の時に朝倉選手はもうあの試合前からペースを握ってたと思うんですよ、はいはい、もう絶戦から含めてコントロールされてた感じがするんですけど、今回に関しては斉藤選手が試合勝ってそれで朝倉選手とやりたいとは言わなかったじゃないですか。 あなた次第ですよというスタンスを取った、はい、タイミングが合えばという言い方でしたよね。それはすごい珍しくて、みんなこう朝倉未来選手とやりたい、これはやろうぜという形なのに、うそうじゃなくて未来選手が受けるんだったらやりますよというようなスタンスを取られたことでペースがこうちょっといつもと変わったと思うんですよね。未来選手としてはむしろやらざるを得なくなった、あ、なるほど、という形になったっていうのは珍しいパターンかなと思ってまして、はい、でそこで未来選手もちゃんとこうメインイベントとして KO で倒すとか、うん、あの KO されたことがないだろうかっていうそういう発言もちゃんとしながら、うん、でもその中で斉藤選手もこう盛り上がらない試合にならないようにするにはそうすればいいというようなことの言い方もしたりしてて、非常にねやり取りの中でこう未来選手のペースになりきれてないかなというのがまず面白いかなと思ってるんですね。それが試合にどう影響するかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、うん、でもその中でやっていくっていうのはちょっと面白いかなっていうところからまず考えてます。技術的な面で、はい、こう2人でこうじゃあ例えばスタンディングで戦うってなったらどういう展開になると思いますか。はい、打撃面ではあの未来選手は今なお進化してると思うんですね。はい、で右左どちらでも戦えて、それで距離が あるので、あのそれを崩すのはすごく難しいというふうになんか僕は思っています。武器が多いですよね。その蹴りとパンチ、左右、それに微妙なこう、まあ、とにかく間合いをコントロールするのはあの巧みなので、そこをどうやって崩すのかなというのが一つの興味深い点だと思います。斉藤選手がじゃあ、はい、朝倉選手とスタンドで戦うとすると、はい、その間合いをどう潰すかっていうところなんですかね。間合い、うん、自分の距離をどう作るか、あの、まあ、スタンドで戦うっていう感じじゃなくなるかもしれないですね。その MMA として混ぜて戦う相手とあんまりこう未来選手がまだやってきてな いや、そうなんですよ。だからその未来選手 その寝技、はい、寝技をこう、はい、そんなに試合でこう見てないというか、基本なんかこう打撃のイメージがやっぱりあって、はい、でこう本人にインタビューした時もレスリング力がちょっと自分にはまだ足りてないっておっしゃってて、そういう時にこう私のイメージなんですけど、斉藤選手はちょっとオールラウンダーなのかなってこう時にこう未来選手と戦うとしたら寝技の方が有利なのかなっていうふうに思って、まだ見たことないんでわかんないんですけど、未来選手はというかその組があることで弾気が当たることもあるわけなので、そこで混ぜていく中でスタンドがどうなるかというのもあると思うんですね。あの未来選手に関しては YouTube でこういろんなファイターたちと交流してるじゃないですか、はい、であそこで出してないものもあるというこの間会見で言ってましたけど、あそこに出てないのが組み技なんですよね。そうなんだ。そうなんです。だからやっぱり あのK-1 ファイターだったり、あの、そうですよね、それ出てますもんね。外気系のファイターと組み技をやってるんですけど、グラップラーとの動画はやっぱり出さない。へえ、ね。だからそこにやっぱりこうどれだけの進化があるかっていうのは見てる方も楽しみですし、あの腰の強さをテイクダウンディフェンスだけに使うのか、それともそうじゃなくて寝技という寝技で何か持ってるものがあるのかっていうのが今回の試合で見れるんじゃないかなと思います。冷静な2人が戦うじゃないですか、はいはいはい、試合展開がこう予想できないと最初はやっぱお互い見合って1ラウンド終わるのかなっていう、ああその可能性3ラウンドまで全部そうかもしれないですね。いやだからそんな感じします。なんか静かな戦いな感じしますよね、はいはい、でもそこをですねそれはまあ楽しんで皆さんにいただいてどんな駆け引きがいろんな駆け引きフェイントも含めてあると思うので、そこを楽しめるといいかなと思います。そうですね、はい、楽しみ方としてはもうそういうのも含めて、そうですね、そうですね、あるいはさっき言ったあの斉藤選手が MMA で混ぜて戦うとなったらやっぱりその未来選手の冷静さを崩さなくちゃいけないので、その場面が何回か
作んなくちゃいけないですよね、そこがどこになるのかっていうのも見どころの一つだと思います。でももうこう試合前のこうやり取りで言うとこうなんかちょっとめくる選手の方がピリッとした感じありますよね、はい、今回なんかそうですね、いつも冷静ですけど、そうですね、でもなんかこうあんまり乗っからないから逆にこうピリピリした感じ、そうですね、そこ面白いですよね、はい、さっきちょっと言った中にも通じるんですけど、ミク選手ってやっぱりこう自分がこう自由になりたいから YouTube をやったりして交渉しやすくなったり、自分のやりたいことをやろうと思ってるんですよ。でもこの YouTuber として人気になったがゆえに、それは世間に出るっていうことだから、世間の反応によってこう自分がこう動かざるを得ないようなこともできて、出てきてるような感じがするんですね。でそういう中で今回試合を見たい見たいっていうふうに言われる中で、じゃあやってやるよと中で試合するっていうのはあんまりない今までタイミングかなと思って、 それも含めてちょっと楽しみですよね。そうですね、以前に斉藤選手とシュートで対戦したと思うんですが、はい、宇野選手から見て斉藤選手のストロングポイントって何か教えていただけますか。シュートの世界チャンピオンですから、打倒局、非常に総合力が優れた選手です、はい。対する朝倉未来選手のストロングポイントって何だと思いますか。僕ちゃんとライブで見たことはまだなくて映像だけしかないんですが、はいはい、なんて言うんですか、喧嘩力。あ、はい、喧嘩力ってその悪い意味じゃなくて、はい、非常にこう冷静な判断力を持ってたり、あとはその当て感、当てる感覚が非常に力がある選手だと思います。なるほど。今回こう対戦するにあたって打撃だとどういう展開になると思いますか。打撃だと朝倉選手はカウンターを取るのが非常に上手い選手だと思うんですよ。なので斉藤選手もタイプ的には斉藤選手の方が結構前に出るタイプなんで、はい、こうお互いどちらかが、カウンターもしくは先に斉藤選手の方が先に当てられるかっていうところの勝負になると思うんですよね、はい。なので本当スタンドの攻防は、本当一瞬も多分目が離せないんじゃないかなと僕は思ってます。寝技になった時の試合展開ってどう予想されますか。お互いすごい腰が強くて、寝技になるかなっていうことはちょっと感じてますけど、はい、もしなった場合はやっぱり寝技でもその、ポジションを取ったところからの打撃ですよね。パンチのパウンドだったりもしくは膝でしたりサッカーボールキックでしたり、そういったものの攻撃の寝技の展開になると思います。あとはもしこうちょっとごちゃごちゃっていうスクランブルの展開になった時に、もし取れるサブミッションとしてはバックチョークじゃないですか、チョークがそういった中で入るんじゃないかなとは思いますね。はい、他のやっぱり腕とか足とかっていう足関節とかっていうことはほぼないんじゃないかなと思います。もうあってもその先ほど言ったように落ちる、があるんじゃないかなと思いますけど、多分寝技の打撃の勝負になると思います。寝技の打撃か、はい、なんかそれ結構ポイントになりそうですね。そうですね、もし寝技の場合はそれがポイントなんじゃないかなと僕は思います。ちゃんとチェックしてみときます。じゃあズバリこう今回の試合なんですけど、どんな展開でこうどういうふうにどちらが勝つと思います。難しいです。こればっかり僕ね本当難しくて、世界チャンピオンシュートの世界チャンピオンで斉藤選手の強さを体感してますし、はい、朝倉選手のその勢いもあります。その強さっていうのも映像からもやっぱり拝見して感じます、はい。一つ言えることはこの2人の戦いがこのフェザー級の中で本当一番を決める、試合なんじゃない。いろんな団体あると思うんですけど、はい、その中でもこのライジンのそのフェザー級、タイトルマッチが一番強いっていうことを証明する大会、試合になるんじゃないかと思ってます。ミクル選手の試合の魅力ってどういったところだと思いますか。必ず盛り上げる試合をするっていうか、多分どんなに見合っとったり距離を置いとっても、後半多分空気読んでるんで、はい、そのギリギリでもこう判定になるかならないかっていう時でも切り替えれるというか、試合を盛り上げる方向に持っていく試合を本人は心がけてるんで、こちらとしても安心して見れるというか、そうですね。で今回このフェザー級のタイトルマッチ、はい、見どころって何だと思いますか。ここを見といた方がいいっていうポイントってありますか。はっきりとした勝ち方で多分KOすると思うんで、勝手に個人的な
予想なんですけど、はい、まあ、見せるとこを見せながら KO してくれると思うんで、うん、そこをぜひチェックしておいてほしいですね。まずは今回戦う朝倉選手なんですけど、相性ってどうだと思いますか？相性は悪くないと思ってますね。なんかこう似てるんじゃないかっていう声が多かったんですよ、うん、その戦い方とか、うん、IQ が高い、ファイター IQ が高いんじゃないかっていう、はい、そこについてどう思いますか？そうですね、似てるとはあまり思ってないですけど、朝倉選手はクレバーな選手だなっていう印象はとてもありますね、僕の中では。はい、ご自身は自分のことをどういう選手だっていうふうにありますか？そうですね、心は熱く、頭は冷静にみたいなものは常にいいです、ね、はい、心がけているつもりです。はい、はい、朝倉選手の YouTube とかも見たりとかします？あ、見ないですね。こう斉藤選手について話していることとかも全然見ないです。それもなんか誰かから聞いたくらいで、何を話してたかみたいなのは、まあ、こんなこと言ってたよみたいなの聞きましたけど、はい、あ、そうなんだって感じで。あのファンの方にメッセージってありますか？はい、11月21日王座戦やります。とにかく自分は、はい、勝つこと信じて、試合やりますんで、まあ、会場で見れない方もペーパービューでも買ってリアルタイムで見てほしいなと思いますので、応援よろしくお願いします。最近は YouTube で現役選手や関係者が試合予想をアップしていますが、そういった試合についての動画はご覧になったりとかしますか？いや、しないですね。全く見ないです。人の予想を聞かなくても自分の方が分析力あると思ってるので。なるほど。今回の試合、どういう試合展開になるかというのは、すでにイメージは出来上がっている。まあ、大体は。関係者にインタビューした際に、結構皆さん、KO で勝つとか、またお互い倒れずに判定になるとか、意見がかなり分かれていました。それを聞いて、実際どう思いますか？まあ、斉藤選手が KO 負けしたことないみたいで、まあ、打たれ強いのか、目がいいのか、まあ、よく分からないです、気持ちが強いのか。だからこう、そのこともあって、まあ、判定勝ちになってる人が多いのかなと思うんですけど、まあ、俺的には倒せそうな気もします。どんな試合になると思いますか？いや、私それを逆に聞こうと思ってて、その斉藤選手、その前回のライジンと、うん、あとはそのシュートでも、そのシュートの動画とかも全然なくって、うん、それこ その前回斉藤選手と真島選手やるときに調べようと思って探したんですけど、うん、そんなにいっぱいは出てこなくって、やっぱり、うん、やっぱ分かんないなと思って、うん、でもこうなんかイメージですけど、斉藤選手はオールラウンダーなのかなっていう感じしますね、うん、で朝倉選手はまだその見たことないその寝技とかが、うん、ほぼ打撃なイメージが多いので、どうなるかなっていう、へーじゃないですよ、教えてくださいよ。格闘家でもないし、練習にね、うん、そんなに見に行ってるわけではないんであれですけどね、うんうんうん、まあでもいい分析なんじゃないですか。どうなると思います？僕はやっぱり間合いだと思いますけどね。どっちの間合いで戦う、お互いまあ多分そうですね、いきなりガーンといくっていう感じではなくて、ね、まあ三倉はどちらかというとやっぱり相手の出方を見るし、うもう多分斉藤丸裸にされてるんですよ、その映像資料とかが少ない中でも、斉藤のストロングポイントとウィークポイントは三倉は多分もう見抜いて、こういう形にはめていこうっていうゲームプランを持って戦いますから。でも斉藤と会見の時に彼が言ってる話を聞いたら、これ選手によって変わるんだけど、もうゲームプランを持って臨む人と、やっぱり相手と対峙して、そこから相手とこう間合いを探りながらどう攻めていくかってことを作り出していく選手もいるし、斉藤はだから向き合ってみないと分かんないって言ってたんです、なるほど、うん、だからいろんな準備はするけども、ミクルがどう出てくるのかを見ながら、その中でゲームプランも変更しながら考えていくんじゃないですか。これ判定になりますか？なりそうですかね。めっちゃつくと思います。つくと思いますか、うん、へー楽しい、うん、タイトルマッチって普通のスペシャルなワンマッチとか、うん、ノンタイトル戦とかとはやっぱりどこか選手たちのモチベーションとか、うん、選手たちに対に何か一歩前に出るっていうか、普段と違うものをもたらす効果があるんですよ、ベルトがかかるっていうと、うん、はいはい、ならやっぱり斉藤も、うん、まあ、知名度とか人気とかで言えば当然朝倉未来の方がはるかに上じゃないですか、うん、です、ね、でライジンで言えば未来はライジンが本部だし、うんうんうん、斉藤で言えばシュートから来てる戸様なわけだから、やっぱりそこで
人は吹かしてやろうっていうものもあるだろうし、うちに秘めたものが斎藤にはしっかりあると思うんですね。だから簡単ではないですよ、あのミクル選手にとって簡単な相手ではないと思う、でもすごいミクルにはもう戦略があると思う。今回試合ってこうどういった展開になるかなっていう自分のイメージはありますか？そうですね、主導権争いすごい大事だなと思ってます。はい、向こうのペースでずるずるいくと勝て直すのが難しかったりするのかなと思うので、序盤から自分がペース握りたいなっていうのは思ってますね。その戦略をめちゃめちゃ練ったわけじゃないですけど、この動きにこれを合わせるとかそういうのを3つぐらいあの作っておいたので、まあ、あとは普通に戦ってあの試合中に分析しようかなと思います。初代王座、はい、この先もずっと名前残っていくと思いますし、映像としてもこの先ずっと残っていくと思うんですよ。なので、まあ、勝ちたい気持ちはありますけど、こうちょっとでも少しでもこういい試合というか、見てる人にこう届けれるような試合にしたいと思ってますね。はい、まあ、試合見てくださいって感じですね。フェザー級タイトルマッチの試合展開予想をいろいろな方にお伺いしましたが、皆さんどうだったでしょうか？ライジン25をライジンライブで全試合生配信いたします。ぜひ会場やライジンライブでライジンフェザー級初代王者決定の瞬間を一緒に見届けましょう。ライジンライブはヨギボープレゼンツライジン25の全試合をリアルタイムで視聴できるだけではなく、ライブ配信を見ている他のユーザーと興奮を共有したり交流ができるライブチャット機能、素晴らしい試合をした選手や好きな選手に投げ銭をできるギフト機能などがあります。会場へ行けない方はライジンライブでライジン25を一緒に楽しみましょう。